マネージャーです。今週も1週間まとめということで総集編をお送りします。先週は日曜日に総集編を投稿したという点と、アクセの内容は入れてもしょうがないかなと思ったので、今週は少し短めな総集編となりますのでご了承ください。例に習って冒頭の OP と ED はカットしておりますが、それ以外はそのままなのでご了承ください。それでは今週の総集編です。どうぞ。ワイドローラーコラボ、サグにラインマーカーがつくと巷では噂されていたが、先日公式からの発表により本格的に搭載されることになった。ただでさえも癖の強いメインに対し、癖という言葉を具現化したようなサグであるラインマーカー、もはや一般人には到底理解できない組み合わせとなっている。しかしそんな中、ラインマーカニストはこのように思ったという。エリデコの方が使いやすそう。お前だけは見捨てるなよ。え、今日は色練習会じゃないの？直近でやったし、厳選にクソ時間かかるから今日はなしで。クソめたい理由だった。ガチヤムラが無理すぎる。開幕の一言にふさわしくなさすぎる。もう無理、ほんと無理。しかし私はこれを攻略する武器を発掘したのだ。倉庫のラピブラエリートである。ハマりすぎじゃない？というわけで今回もメインの練習と題しまして、ラピブラ持って番からやっていくわよ。皆さんやっぱろう。ついに残り日数わずかになってきました。過去最高にアプデが楽しみな霊夢よ。おいっす、私もアプデが非常に楽しみだ。ウルショ祭りで全部ぶっ壊したいマリサだぜ。さてそれじゃあアプデに向けて今日もラピブラ頑張っていきましょう。あー、ジカーテイス MR。 完全にエリートにドハマりしてやがる。これアプデ後はジカーテイス回やってラインマーカー投げていいんでしょ？そんなんもう神武器でしょ。神武器すぎるよー。下品な顔やめてください。通過前回から全然時間経ってないのに、やたらジカーテの精度上がってる気が。実は最近知ったんだけど、エリートのジカーテができる距離ってどうやらプライムとほぼほぼ同じらしいわ。そうだったの？本当にごくわずかにエリートの方がジカーテできる距離が長いらしいけど、実戦においてはそんな微妙な差は誤差でしかないから、基本的にプライムと全く同じ光線距離を意識してるわ。道理で使ったこともないのにジカーテホイホイやってるわけだな。発売されて以来ほぼずっとプライムの射程でしか戦ってないんだから、そりゃいきなり使って体に馴染むわけよね。それでいてヤグラに強いブラスターがかなり刺さってるってわけか。ヤグラ上に対してのブラスターはマジであまりにも強すぎる。特にエリートなんかは射程も凄まじく長くできてるし、牽制射撃においてこれ以上強い武器はそうそうないと思うわ。まあ、全部ローラーがいたら壊滅するんですけど。いい加減克服しろよ。今回も厳選に厳選を重ね、ローラーがいない試合を持ってきております。ローラー扱いされないダイナモ先輩。危ね、ポイズン当てに行ったら返り討ちに遭うところだった。サブなのにそんなに射程短くて恥ずかしくないんですか？射程マウントしか取れなくて悲しくならないんですか？虚しくなる。さてなんか味方がとんでもなく強くてガンガン押してくれてるので、セッター押してからヤグラ運びに行きますか。キルの瞬間だけ黙るのやめろ。吸引も溜まってるから第二関門突破はより急いね。あ、発動が遅かった。一旦このまま第三関門まで行っちゃいますか。で、来ることならここが破れればかなり楽になるんだけど。さすがに無理ですか。関門で止まったタイミングで吸引吐いておけば普通に突破できてた説あるな。まあ、でも初動でここまで押せれば、あとは守ってれば普通に勝てるでしょ。というわけで、マジで守ってるだけで何の見どころもなかったのでまるっとカットしました。いや、さすがにカットしすぎでは。大丈夫大丈夫、どうせ今日サブチャンでウプ主がこの試合について生声で語るだろうから、カットしたシーンはそっちで確認してみてね。ステマが下手すぎる。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは変わってガチホコバトル、ステージは湯の花大渓谷だぜ。さてそれじゃあ後半戦もラピエリ使ってと言いたいところなんだけど、ラインマーカー使っとかないと感覚忘れたら困るので、後半はいつも通りプライムでラインマーカーしていこうと思います。前からちょっちょっ気になってたんだけど、ラインマーカーするって何？ラインマーカーを当てていきましょうっていう意味。ラインマーカーって形自体明らか同士みたいだからいけるでしょ。霊弱がなんか語ってるよ。なんかめっちゃ削ってくれてるから、これ普通にチャンスなのでは。そう、偏差打ちしたのにそこで止まるのかよ。クーゲル相手によくそんなに突っ込んでいくな。エリートじゃなければガンガン突っ込んでいけるので、よし、完璧に刺さった。あ、台座塗っておけばよかった。着地狩りも見逃し。青スパはまずい。いや、なんか着地のマーカーがデコイになってくれた。本体チラシ。よし、ここで押し込めたのは普通にめちゃくちゃでかいぞ。ここもちはお願いして、私は最強ポジで神タンク履いていくわ。湯の花でのこの位置の神タンクは本当に最強。あーっと残念だったわね。ウルショで神タンクには勝つ。あれ？ウルショって最強スペシャル？ゴミタンクには制裁を。大仏あんのかと思ったけど、その前にスクイクに削られてて、ウルショの1発で神タンクが壊れて、2発目と3発目がそのままジカーテして貫通したみたいになったのね。ぶっ壊す前に頭抜いてたから知らなかったわ。もうそれリッターの仕事なんよ。というかウルショに疑似的な貫通性能あることすっかり忘れてたわ。え、もう溜まってんの。さっき
から20秒も経ってなくない？足場の悪い位置で使ってしまったので、これは相打ちが関の山ですね。なんで焦って突っ込んできた奴と相打ちせないかんのじゃ。実は相手マリサだったりする？マリサ以外のウルシュにこんなに倒されたの久しぶりかも。やっぱり仕掛けに行くより普通に待ってた方が断然平和ね。中央の射程にちょっとでも入れば絶対に直当てできないですからね。突っ込んでいったのはアッシュ中のアッシュでしょう。さすがはウルシューター、言葉の重みが違う。さして背中はなんとか防げたけど、スクイクが見てる中突っ込んでいくのはさすがにどうあがいても無理ね。というわけでラインマーカーをひたすら投げて暇つぶしします。堂々と前半行動取るのやめて。いや違うのよ、ここでラインマーカー投げておけば近寄ってこないから味方が安全に飛べるのよ。そして飛んでったん。これクソ戦犯じゃね？クソ戦犯だわ。史上最悪クラスの導きで味方が一気に壊滅して、これは関門まで一気に突破されそうな予感。とりあえず進行ルート、オッケー。中央3人ね。で左で爆発したから多分誰か来てる。スパッタリーだったら正面からは無理だから上から撃ちましょう。逃がすか。もはやメイン扱い。でウルショの音が聞こえてるからちょっと引かないと。歴史に名を残すレベルのクソエイム。一発は雑っぽく言うのやめて。そういやさっきのラインマーカーキルは結構良かったな。状況どうなってんだよ。さて、関門は突破されちゃったけど、3落ちの状態から考えれば被害は最小限ってところかしらね。むしろ関門なかったら普通にノックアウトまで見えてるからな。左から攻めていくのもありったりだから、ちょっと中央から攻めていきますか。割とこの位置の神対比強いとも思ってるし、まずはそこにいるグーゲルをどかしまして。ここの前に誰も人がいないのがちょっと怖いわね。あっぷね、普通に敵狙われてた。仕留めきる。マジで神タンクヤバすぎる。後ろでサメの音がするってことは今敵陣は誰もいない。我々が先導してここを限りなく進めてもらいましょう。いや足早すぎ。先導隊が先に倒され、ここ所でグーゲルを持っていきはするが、少し押し込んだだけで止まってしまったな。私が下手に突っ込みすぎたわね。もう少し待ってから行けばよかった。カウンターが怖いからとりあえずマップの側に。大体の敵の場所と塗り状況が確認できるからマジで大切。左側には敵来てなさそうだから、ひとまず一気に押されてっていうことはなさそうかな。最近ようやくマップを見てあれこれっていうのが少しできるようになってきて、マップの有用性がかなり分かってきたわ。まあ世の中マップで位置確認して神タンクのカノン砲で倒すなんていうとんでもない技術あるらしいんだけど、それプロゲーマーしかできねえだろ。いずれはそういうこともできるようになったらかっこいいわね。うっぱマジか。ここ所が気になって全然見てなかった。お願い助けて。はい神のスペシャル。昔のハンコはマジで頼りなかったが、マジで今はクソ強くなったからな。いやでも青スパはいるのか。まずい。正面での打ち合いは無理。壁登りを倒す。あっすね、ギリギリなんとかなった。そしてこのようにラインを置いておくとアシスト数を稼ぐことができます。絶好。こんなせこい稼ぎでプラス20まで上げたのか。すごい誤解されそうな言い方。まあ、実際合ってるっちゃ合ってるかも。割と余裕ある時は金ローショー取れるような動きはしてると思うわ。あ、だからって試合中ずっとローショー前提ムーブはやめましょうね。マジで余裕ある時だけだから。そんでもって青下くんがめっちゃ追い込めたかな。よしよし、関連してサメライドしたわね。割に攻め時な気はするが。じゃあ神タンクで一気に制圧していきましょう。うわ最悪、ヘッパとタイミングもろかぶりしたんだけど、どうあがいても勝ち目ないからここはおとなしく守りに徹しますか。味方が下に潜り込んで倒してくれたな。ふぅ、よかったよかった。人数削ったしこれは攻めるチャンスでしょ。残ってるのはオスパのみ。これならなんとか押し切れそう。よし、やったやった、これでいける。ってダメだ、上から来られてる。帰れ帰れ。追い返すように味方がナイス玉を展開。さっきの判定を生かして眼突するのはやめましょう。ナイス玉と一緒に攻めれば制圧できるはず。ここまで来れれば裏取りでなんとでもできる。いやあ、エイム最悪すぎる。おい何インク切れ起こしてんじゃ。とりあえず仕留め切る。で、多分気が疲れてないとは思うんだけど、飛んでくるんですか。無理無理無理守れないって。どうかジャンプなければクーゲルにバレてなかったのでは。ジャンプのせいで潜伏がバレることもあるので、最前線へのジャンプは本当に気を使いましょう。なんであのジャンプが遠くたのか全然意味わかんないけど、ここまで止まってる人違う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 。そりゃまあ着地がリされますわ。ジャンプをする際には飛ぶ味方を間違えないように注意しましょう。最悪すぎるジャンプしたけど残り時間的にこれは守れば勝ちね。さすがにこの状況ならここに飛んでも大丈夫でしょ。あとはここ持ちが自陣の方にガン逃げかましてくれれば勝ち確ね。逃げる前にスクープがってる。それは無理だ。ギリギリ倒せはするけど、倒されたのがこっちだから延長戦に突入。割って取って勝ちよ。終了。なんとか勝てた。前線を張りに行くのは大切だけどタイミングは本当に大切ね。あとエイムが悲惨すぎたからそれも直していかないと。またプラコラで練習することになりそうなところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいです。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。なに？来シーズンの後で情報だったのか。これはもう早く確認するしかない。あっはっはっは、そっかそっか、ウルショはバグ修正の方か。スペシャルで唯一全てが受け手が依存とか、爆風当たってもヒット SE がならないとか、スピナーシュに歩いて避けられるとか、その辺どう考えても全部バグだ。
テク、ウルトラショット、超絶強化決定、本日倒しないで、今回はそれを記念しまして、来シーズンのイベントマッチであるウルトラショット祭りを、プラベで疑似先行体験をやった様子からお届けするぜ。やばい、マリサが完全に狂ってしまっている。皆さんおいっす。いやーまさかあんなにウルショに強化が来るとは思わなかったですね。これは来シーズンのウルショ祭りがめちゃくちゃ楽しみになってきました。来シーズンも変わらず寿司を握り続けますとマリサだぜ。やったろう、アプでのいろんな情報が出ましたね。当然真っ先に触れたい内容があるのはあるんですが、検証とかに関しては明日投稿予定なので、本日はウルショ祭り前夜祭をお楽しみくださいトレイムよ。というわけで今回はウルショ祭りの先行体験会ということで、全員ウルショ搭載の武器を担いでの疑似ウルショ祭りだぜ。実際のウルショ祭りはウルショが使い放題とか、どのメインでもスペシャルがウルショになるとか、そういう噂もあるので、あくまでも疑似体験ってことでやっていくぜ。ウルショだらけの快楽祭り、ただのヤバいやつっていうか武器バランスおかしいだろ。なんでほとんど死しかいないんだよ。そやっしが玄関上最強武器だからですね。現実を見ろ、メイン性能だけで言ったら絶対ボトルが一番強いでしょって思って担いできたけど、指切りがマジで不可能すぎる。 ZR 中指デイに厳しすぎるよボトル。 ZR 中指デイなのお前だけだろ。ちなみに私的には通常プレイと何ら変わらず、むしろスペシャルがウルショだけなので、何の脅威でもないので難易度激減ですね。本当にウルショが好きなのか。さてかなあ、みから来たのは見逃さず撃破できたから、ここから抑え込みに入りますか。なんとかここから逆転していかないと。でもメインは無理だし、ウルショは打開に向いてないしな。あれ、このスペシャルいつ使うの。ようやく気がついたか。抑え込まれた時点でウルショチームにもうほぼ勝ち目がないということに。このルール欠陥じゃね。ウルショってのは敵陣に入って抑え込む時が一番強い。それ以外はメインとサブで不利状況を全部ひっくり返してから使おうね。本当にこれスペシャルなんですか。全くそんなことすら知らないとは、まだまだウルショルーキーだな。あ、残念、起動音でかいからさ。完全にウルショの起動音に気を取られてよそ見してたわね。このために起動音がでかいのか。弱い要素を異様に解釈しないで。そう、完全にやっちまった。ウルショの弱みをさらすチャンスだったのに。さてはウルショ一番嫌いだよね。うん、しょうもない倒され方して一気に不利になってしまった。この武器塗り効率が凄まじく高くてびっくりなんだけど。プライムの塗りが終わってるだけだわ。打開の状況でこっちはウルショ、相手は抑え込みでウルショ、一体どうすればいいんだ。っていうか私自分のことは棚にあげるけど、全然ウルショ当たってなくない。ウルショ祭りって言ってるのに全然キルしてないじゃない。対策バチバチなメンツに当てられるとでも。そういえばそうだった、うちのメンバーの人たちはウルショに対して耐性がすごいんだった。なんとメンバーになった方の9割以上が野良でのウルショが怖くなくなったとご意見いただいております。怪しい通販番組始めないで。何が強いのか全くわからないので対策がクソ簡単ですね。え、ウルショって爆風を当てるのが一番の目的なんじゃないの。ボロカスに言われててくさ。そんなにひどいこと言わないでください。一応メンタルには効いていたようだ。ともかくウルショは打開には向いてないが、抑え込みの状況になれば強い。今度こそこの状況守りきってやる。ウルショで打開できるもんならやってみるんだ。すいません、マジ勘弁してください。アマチュアが今結構焦ってたよね。っていうか今の食当たりしてないのか。まあウルショに慣れてない人はやっぱり食当ては無理だよな。基本的に40ダメの爆風しかないと思って使った方がいいと思う。そっちの方がメンタルヘルス的にだいぶいいと思います。当たらないショックでかすぎるからね。だって食らってる側だってなんで生きてるのか謎なことあるからね。想定してるよりはるかに当たり判定小さくできてるから。は、こういう芸当も可能ですよね。今の時間当てじゃないのおかしいだろ。二人ウルショでぶち抜いて終了。っていうか今のどう考えてもおかしいよね。どう見てもこれ無事じゃ済まないよね。これはカス当てなので仕方ないですね。早くバグ直せ。それじゃあウルショ祭り前夜祭2000メイクでー。ルールは変わってガチあさり。ステージはマヒマヒね。おー、つうわけで2000目も張り切っていきましょう。ちなみにこのウルショ祭り前夜祭、メンバーの方々に集まってもらって開催しているんですが、全員口を揃えて、ウルショより9番が強いと言っていました。9番祭りだったのか。あと寿司のメイン性能が強いとも言ってたわね。微塵も褒められないウルショ。かくいう私もウルショ祭りだからと思ってウルショを使ってたんですが、そんなことを一切やめて、普通に立ち回ったらむちゃくちゃ戦いやすくてびっくりしました。シレット2枚抜きしててくさ。じゃあ人数少ないからアサリぶち込みに行こうぜ。じゃあ私アサリ前に出すから拾って入れてもらってもいい？いやお前5個も持ってるだろ。お前が入れろって。え？5個持ってるのって寿司でしょ。お前が5個持ってる寿司なんだよ。マジかよ、プライムにしか興味なくて絶対自分じゃないと思ってた。危ねえ危ねえ。ウルショ吐いてくれたから近づけるわ。マジで扱いがひどすぎる。でも実際そうなんだけど。おっとナイスガキアサリパスだ。ぶっつけ落としました。なんでもいいやぶち込んでやる。ここに転がってるアサリたちをなんとかぶっ込みたいんだが、さすがに無理だわ。あそこで私がアサリのパスしなければここに転がってるアサリも全部無駄にならずに済んだわね。フードロスが囁かれてる中このアサリの放棄は最悪ですね。重い話と絡めないで。私フード付きの服好きじゃないから捨てようと思ったんだけどやめといたわ。それフード違いです。さて一旦攻撃は済んだけどここからどうなるかな。お互いにウルショしかないからそんな劇的に戦況動くことないんだけど。というか実際ウルショ祭りしたらどんな感じになるのかしらね。現状やってる感じだとウルショ使った方が弱いんですけど。ウルショは最強スペシャルだからなんとでもなるっしょ。最強スペシャルだからこんな小さな突起一つでにお守れるようになってるし、最強スペシャルだからあと隙も凄まじいことになってるし、空が飛べないジェットパックって言えばその強さがわかりやすいかな。弱い要素しか見えないのかわいそうすぎる。あ、そんな射程も何もないところで撃つと、あ、やっぱり強いな。
ウルトラバック、新スペシャル爆誕しました。いやマジでウルショ祭りがどうなるのか気になる。私以上にウルショが上手い人にぜひともぶち抜かれてみたいわ。そういえばマリサは全然ウルショには抜かれないわね。こんなの当たるわけねえだろ。ひどいよ。そういった面でもどんな強者が集まってくるのか楽しみなので、早いところウルショ祭りで遊んでいきたいところですわ。当たりのカウントが50を切ってようやく水面が下がったわね。本当に狭ひまひリゾートすぎて戦いにくくてしょうがないわ。狭ひまひリゾートってなんだよ。いやだって本当に狭くない？アサリとかならまだいいとして、ガチエリアとかマジで一生交戦距離だからエイム勝負すぎるのよ。ラインマーカーでなんとかしたいのにステージが狭すぎるがあまり、リッターとかいう単射系武器に簡単に打ち負けるのよ。お前は一回リッターにタコ負けした方がいい。いや負けないわよ、リッターメタ用のサブなんだから。どっからその自信湧いてくる。そういえば前に何回もネタってたわ。今回のアップデでラインマーカーの強化こそ何も来なかったけど、私は現状で結構完成されてると思ってるから案の定だったわね。強化こなくて落ち込んでると思ってたが意外にそうじゃないんだな。絶対これ以上はやりすぎだからね。そんなことよりエリでことワイロコラボにラインマーカーがついて、新しい使い方が開発研究されることを私はこれから願ってるわ。マジで誇張抜きで私以外に真剣にラインマーカー開発してる人いる？仮にいたとしても人口少なすぎて一向に開拓が終わらないから、未だにポテンシャルの全てを出し切ってるわけじゃないと思うのよね。アプデ後ラインマーカーに触れてみたいと思っている方は、ぜひとも応援しますので一緒に頑張っていきましょう。ワイロは約束できないけどエリデコは扱えるように頑張るので、そういった面では私も初心者なので一緒に頑張っていきましょう。なんかラインマーカーを使う人応援動画みたいになってるけど、ウルショがついたキャンプがどうなるのかマジで気になりますね。ぜひともどんな感じなのか見てみたいわ。さてマジで全然関係ない話で時間使っちゃったけど、無事に潜伏キルが成功しましたね。ウプ主の時間稼ぎも成功してるわね。そういうことは言わないで。せっかくのチャンスだしここはゴールに入れちゃいますか。後続は全然いないから得点に繋がるとは思わんけど、あ、さすがにボトルは無理。アサリが入っただけよしとしましょうか。あ、そうそう今更だけどギアはこれです。ウルショには絶対倒されない自信があるのでデスペナは積むだけ得です。こんな悲しい採用理由聞いたことないわ。メインで倒されちゃったのはしょうがないですな。さて私がアサリをぶち込んだせいで相手にカウンターアサリをプレゼント。これ下手したら一気にぶち込まれて終わるのでは。ガチアサリ持ってるとスペシャルも溜まっていくし普通にまずいよこれ。溜まるのウルショだから何の問題もないだろ。マジで悲しすぎる。あーはいはい、やっぱり優秀ですねウルトラバックは。でもきっと SE は聞こえてないから、私にダメージあるのかどうか不明で詰めることもできないからな。やれ相手がワイゾンだとか当たり判定が小さいだとか言ってるけど、これはまあぶっ壊れになっちゃうとかそういうのがあるからまだわかるのよ。きっと SE がないのはマジでなんでなの。壊れちゃうからじゃないですかね。すでに壊れとるわ。確かに相手がワイゾンとかコン当てが小さすぎるとかそういう問題は一気に性能がぶっ壊れる可能性があるのはわかる。それを使用ですって言われても理解はできないけど納得はする。でもきっと SE に関しては本格的にバグだと思ってるけどマジで一生治らないからな。神タンクのカノンコートジェットにはきっと SE があるのはなんでなんでしょうかね。ない方がおかしいんだよな。うっわ最悪、普通に外した。この程度の雑魚はウルショをネガキャンする資格ないですね。マリサほどうまいウルショ自体そもそも見たことないんですけど、ちなみに私はウルショの技術だけに関して言えばその辺のプロゲーマーと全く同じ使い方と当て方してました。プロレベルのウルシューターなのかよ。まあもちろん父の立ち回りに関しては比べるまでもなく私の方が鼻くそレベルなんですけど、ウルショの技術に関してはこれ以上は成長しないんだなって思って行き着くところまで来れてるので個人的には満足してます。ちなみにこのウルショ祭りを何時間かやって思いましたが、ウルショを当てる技術よりかわす技術の方が先に発展してしまい、マジでウルショがお荷物とかひどいありさまになりました。なんなら適当に吸盤ばらまいて事故狙った方が強い状況だったもんね。まあそもそも無理して使おうとするとこうやって帰り討ちに会いますからね。なんで当てられるんだ。よし今がチャンスだ。いけいけ。ウルショで2枚抜くとかマジでヤバすぎでしょ。ガチアサリをどんどんぶっ込め。ここに2つあるから入れちまえば勝ちだ。終了。最後の最後にウルショの輝きを見せてやったぜ。これでウルショの供養も終わったからちゃんと強化されるだろ。現実を見てください。未だ厳しい環境なのは変わりないが、それでもウルシューターよ頑張ろう。ウルショ前夜祭は割と盛り上がりましたってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるからまた遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな。良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。わかったから落ち着け。エリデコ使っていくぞ。今日は多分
分ずっとこのテンションです。皆さんアッパロー、ついに来ました新シーズン、そして新武器、新ラインマーカー武器、今期は楽しみしかない霊夢よ。おいっす、ウルショ祭りの開催はいつですかね。温めに温めまくってるウルショがうずいて止まらないマリサだぜ。じゃあ、それじゃあやっていくわよ新シーズンの開幕。もちろん私が持っているのはエリデコことラピグラエリートデコ。このために私は無印エリートでメインの使用感を温めてきた。エリデコとラインマーカーの相性の良さをとくとご覧いただこう。それはいいんだけどさ、こういう時ってガチルールの番からとか行くもんじゃないの。敵が強すぎて無理なんです。それはごめん。いや私もガチルールの方がいいかなって思ったわよ。でも今腕前がリセットされたこの瞬間はマジで魔境すぎる。悲しすぎるほど勝てないのでメンバーの肩に泣きついてみんなでレギュラーマッチにやってきました。そんなに勝てなかったんだな。っていうか新シーズン来たの今日だよね。それで番からマッチやって全然できなくてって言ってたよね。今日の投稿に間に合うの。それはウプ主に頑張ってもらって。おいウプ主死ぬぞ。ちなみに今回のギアはご無沙汰の3連投稿制。ラインマーカーとの噛み合わせを存分に味わうために持ってきました。っていうかお前上がりすぎだろ。エリートはそんな近づく武器じゃねえ。何か言いました？いえ何でもないです。エリートの弱点だった近距離戦闘がラインマーカーでできるようになったのでこの組み合わせは最強ということですね。ラインマーカーを知らない人が誤解するようなこと言わないで。まずい、近づかれた。そんな時はラインマーカー。マジで近距離さばいてるの腹立つ。今の上手かったから録画しとこ。恥ずかしいから映すなこんなとこ。あいつ参るな、気持ちよすぎるよ。今日でこのチャンネルも赤番か。それは困る。何の話してたんだっけ。気持ち良さで全部忘れとる。あ、そうそう、無限の井戸型ポテンシャルの話だったわね。無限の井戸型ポテンシャルの話じゃねえよ。無限の井戸型ポテンシャルの話ってなんだよ。声に出して読みたいよ、お尻気学用語。っていうかしっかりやってくれよ。新シーズン始まって初見さんもいっぱい来てくれる可能性あるんだから。そんな初見さんたちが困惑するだろ。その辺に関しては大丈夫よ。もうみんなエリデコの虜だから。小松、それは虜です。にしてもむちゃくちゃやってんな。いや最近私ラインマーカミストとか言いながらプライムばっかり練習しててプライムに甘えてたのよね。前代未聞すぎる会話。それでラインマーカミストらしくしないとって思って久々に3連投持ってきたけどこれマジで最強すぎるかもしれない。メインの練習してて本当に良かったわ。ラインマーカー切るばっかりですけどね。とにかく全てのシナジーがマジで高すぎる。足場を奪えればラインマーカー、バックから直でそのまま撃破、直当てしてそのまま撃破、やべえあまりにも神すぎる。得てはいけない力を手に入れてしまった。サブがラインマーカーになっただけでこんなに変わるのかよ。これはもう思ってた通り、エリデコとラインマーカーのシナジーは全部中でも最高クラス。ジムについてる食腕レベルの相性の良さ、白飯と焼肉ぐらいの相性の良さ、むちゃくちゃ相性いいやん。本当にエリデコ見つけてくれて本当にありがとうございます。一生イカケン様についていきます。崇拝しないで。言い忘れてたけどここの酢飯のバグ判定も直ってくれて、マジでこのシーズンはラインマーカミスト大躍進のシーズンになると思うわ。そうそう、メインとの相性がいいだけじゃなくてこのメガホンレーザーなんかは一瞬でインク回復するわ、敵を追尾するわっていう性能で、メガホンレーザーからラインマーカー、こうすることで一瞬でも動きが止まれば即撃破できるとかいう、これもまた異次元なシナジーの高さがあるわ。この武器マジでラインマーカーを使うこと前提の組み合わせだけど、マジでラインマーカミストなら一回は握ってほしい。私もまだまだ練習中で精度が甘いんだけど、メインが直当てできるようになったらもっとすごい力を発揮すると思うわ。まさに今のインク管理とかね。メインちょっと練習してたとはいえさすがにまだ完璧じゃないんだな。もうマジで今後サブ武器どころかプライムとの2大メイン武器として活躍させたいと思ってるわ。ラインマーカーももっと練習しないと。いやもうクソ当ててますけどね。無駄に高いラインマーカーの精度で残りの1人を追いやったところで終了。いやーこの試合マジで最強だったかも。そういえば一回も倒されてなくね。あ、そういえばそうかも。倒されない動きができたってのは我ながらなかなか満足。キル数もそこそこいい感じになったかな。実は中身別人だったりする。ちゃんと本人です。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは同じく縄張りバトル、ステージも全く同じスメイシーワールドだぜ。そういえばこれで横向いて飛ぶやつグリッチだったそうです。はいお前犯罪者。というわけで2戦目も全く同じスメシですがやっていきます。せっかく新ステが出たっていうのにどっちもやらないんですか。いや私も動画にしたかったわよタラコート。でも撮影してたタイミングだと縄張りじゃなかったのよ。あ、っていうことはもう一つはコンブトラックの方ってことか。そっちでの縄張りの試合動画にすればよかったじゃん。
一回もラインマーカー投げないけど、それでもいいなら、マジで相性悪いのかよ。完全に予測通りでしたが、コングトラックは、ラインマーカーミストを撲滅するために復活したステージですね。そんなんばっかだな、復活ステージ。だから酢飯というラインマーカーの使いやすいステージで、3連投してるんですわ。久しぶりに見た3連投切る。よしこれも録画しておこう。たった数時間で何コン生成するつもりだよ。3連投ってマジで久しぶりに使ってるけど、私はもっと最強な使い方を思いついてしまいました。いやもうシナジーの良さは、ラインマーカー3連投、メガホンインク回復3連投。これが、夢のラインマーカー6連投だ。激気も戦術、激烈に気持ちいい戦術、異様に解釈しないで。というわけでメガホンレーザーで一瞬のインク回復が可能となり、今までどんなに頑張っても3連投しかできなかったラインマーカーですが、疑似的にではありますが6連投することが可能となりました。ちなみに実用性は、見た目がめっちゃおもろい、役には立たないようです。まあ本音言うと、私は全くこの戦術を考えもしなかったんだけど、エリデコにラインマーカーとメガホンがつくっていう情報が出た後、コメント欄にインク速回復からの6連投構成できますねって書いてあって、マジで天才かよって思った。天才のハードル低いな。多分ですが6回投げて2発しか当たらなかったみたいな状況になっても、メガホンが追尾してくれるので、多分確実に1人は持っていけます。まあその後インクカツカツだから間違いなく倒されるけど、やっぱ激気も戦術じゃねえか。お、いいねえ、ワイコラくん、きっちりラインマーカー投げてきてくれてるじゃないの。実際ワイコラ実装されたけどどうなんだ。私が数時間潜ってみたっていうだけだけど、数試合に1回はワイコラ見るわね。そんなにいるの？少なくとも無印と比べたら尋常じゃないほど増えてると思うわ。なんならラインマーカー搭載武器の中で圧倒的にワイコラが多かったわ。ワイロとラインマーカーってそんなに相性が良かったのか。というか無印のサブスペとの相性の問題な気もしなくないけど、言われてみれば確かに。このワイコラの増加によってラインマーカーミストが増えて、ラインマーカーの開発がより広がってくれると私としては嬉しい限りね。私もローラーは信じられないほど扱うの下手なんだけど、ワイコラも一生懸命頑張りますので、ワイロ使いの方いましたら今後ともよろしくお願いします。また活動宣言動画にしないで。あ、そうそう、いくらエリデコが使いやすいとはいえプライムをやめるわけではないです。結局一番好きなのはプライムなので、今後一切プライムの動画が出てこないとかではないのでご安心を。ラインマーカーぶっついでに、化けデコに関しては正直心が完全に折れました。あの武器を使いこなすのは本当に難易度がヤバすぎる。正直難しいとかそういう次元じゃないレベルの話だと思ってるので、X マッチ化けデコ奮闘機は終末とさせていただきます。やるとしたらプライムかそれこそエリデコ奮闘機ということで、またやり直すと思いますが、今シーズンは S プラス30まで行きたいという目標があるので、やるとしてもそんなに頻度が高くないかなという印象です。ほぼほぼプライム1本でやってましたが、そこにエリデコが入ってくるという感じになるかなと思いますので、今シーズンもまたよろしくお願いします。宣言するのはいいことなんだけどさ、残り20秒切ってるのに倒されてますけど。いやマジかよ、最悪すぎる。あ、でも大丈夫よ、今の塗り状況は全然負けてないし、何より動画になってるんだから私が負けるなんてありえないわ。塗り状況最悪じゃね。頼むやめてくれ、やっと6連投成功したんだから。本音だだ漏れしてますよ。大丈夫だ、きっと塗ればいける。ピンチついてますけど。まあ相手に銀もで2人いたから、そりゃ一瞬で塗り負けるわな。そう、採用してるなら勝ち試合じゃないのかよ。めたいこと言わないで。というわけで、一発ギャグできるのと実力があるというのは別物という回でした。一発ギャグって、次は賄賂の練習します。ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。いやー久しぶりに3連投にしてるけど、めちゃくちゃ楽しいな。おっと、そんな目立つところで撃ってたら3連投の餌食よ。なんで生き残ってんの？でもこれで終わりよ。3連投対策。メインがまずすぎる。近い。じゃあここは近い。というわけでですね、いやなんかええよ、エリデコに続いて今日はワイコラを担いできたので頑張っていきましょう。皆さんやっぱろう、昨日のラインマーカー6連投が想定よりはるかに反響ありまして、ラインマーカーミストが増えてることを実感する霊夢よ。おいっす、全く意味がわからんが、ワイコラがこんなに多いのはなぜだ。いよいよ本格的に流行り始めてしまうのかと恐怖のマリサだぜ。さあというわけでやってまいりました、ワイコラ会でございます。先に言っておきますが、私はローラー種が致命的に扱えない病気なので、ワイロ使いの方を相当イラつかせるプレイ連発だと思うので、ラインマーカーの扱い以外は C マイナスの人を見てる気持ちでご視聴ください。ラインマーカーだけは自信があるんだな。一応リリースから1日経ったわけだが、ワイロとラインマーカーの相性は実際どんな感じなんだ？神の組み合わせですね。こっちもそうなんだ。もう N 回言ってるんですけど、ラインマーカーが搭載されてる武器ってもう何かと塗り性能が致命的で、ラインマーカー投げてると一瞬で足場がなくなって、それで何もできずに終わるみたいなことめちゃくちゃ多かったんだけど、ワイロではそれがない。圧倒的な塗り性能、これのおかげでむちゃくちゃラインマーカーが投げやすい構成だわ。さらには横振り2回から逃げられたり、縦振りで1角取れなかった時とか、ラインマーカーで追撃して倒せるとかいう、マジでとんでもないシナジーを持って
ってる組み合わせと言えるわね。理論上は全く扱えてないんですね。マジでこれに関しては賄賂は何一つ悪くない。とにかく私がびっくりするくらい扱えなさすぎる。マジで相性がいいっていう証拠として、雨降らしもまためちゃくちゃラインマーカーと噛み合ってて、こうやって逃げ場がないように雨を投げて、雨をかすらせてからラインマーカーを投げると、こうやって倒せるからマジで相性として悪いわけがないわ。と急にメインがムズすぎる。その割に普通に倒せてんじゃん。よし運が良かった。発言が最悪すぎる。いやマジでこの縦振りどうやって当ててんの。完全に敵の次の行動を予測して動かないと絶対無理なんだけど、見聞色の覇気を鍛えないとダメですか。未来視できるようにまでなろう。片栗レベルはヤバすぎるだろ。マジでメインが無理すぎてラインマーカーだけ投げまくってるんだけど。そしたらラインマーカーさん連投キルがめちゃくちゃ上達したわ。なんでそんなキモいところが成長すんだよ。エリデコが出てから改めて思ったの。ラインマーカーミストを名乗ってる割にそんなにラインマーカー使ってないなって。いや十分すぎるほど投げてますけどね。あ、そうそう新人ラインマーカーミストが増えてそうなのでまたギアの紹介をば。今使ってる構成がこちらになります。ラインマーカーの3連投にはサブ効率 3.2 か 2.6 が必要となります。ぶっちゃけ言うと全然ガチギアとは違うんですが、ラインマーカーとメインのシナジーを見たいので3連投にしてます。3連投で実力さえあればジェッパも落とせるんだけど、まだまだアマちゃんラインマーカーミストなので普通に叩き潰しに行きます。むしろジェッパをラインマーカーで落とそうとしないで。割に縦振りの感覚が分かってきたので、ここは一気にリッターに詰めちゃいましょう。段差下からの縦振りがおそらく最強ムーブ。行くぞヒデ、ワイコラの力を見せるんだ。よし行け。今こそラインマーカーを投げてクロスファイアだ。ヒデヒデって誰なんだよ。そうそう、これまた新人ラインマーカーミストにはぜひとも覚えてもらいたい内容なんですけど、ラインマーカーは味方を貫通する仕様があるので後方からの支援がめちゃくちゃ強いです。そしてリッターよりも射程が長いので、潜り込んでる味方と合わせるとこのように簡単に落とすことが可能です。ラインマーカーは個人技と思われがちですが、味方と合わせるとさらに強さが増しますので、ぜひとも味方のカバーになれる練習もしてみてくださいね。まずお前が縦振り練習しろ。ラインマーカー投げた方が数倍簡単なんですけど、本当にローラー向いてないな。っていうか残り20秒で2人落ちてるのはまずいのでは。大丈夫大丈夫、採用されてるってことは勝ち試合だから。昨日それでタコ負けしてたよね。ビーコンクソ多くね。ジェッカスもドラコラもビーコンだからな。いやでもワイロの塗り性能ならいける。ここまで近づけば縦振りも外さないわ。まあこのくらいで許してやるか。なんて言うと思ったかバカね。隙だらけだ。あ、え、勝ってんの、これで。まあ、中央は地味に取れてたからそれでなんとかなったんだろうな。さすがに後半はこんな悲劇見せるわけにはいかないからプライムだよな。いやまだワイコラ使いますけど、なんで心折れてねえんだよ。私がヒデとやりたかった。ヒデ好きすぎだろ。それじゃあ2戦目行くわよ。ルールは同じく縄張りバトル。ステージはチョウザメ造船だぜ。新シーズンの縄張り。2試合に1回ワイコラ見かけます。どうしちゃったんだこの世界。というわけでマジでワイコラというかラインマーカーが爆増中で、パラレルワールドにでも来てしまったのかという気分ですが、ウキウキでやっていこうと思います。っていうかまた自陣コロコロしてんのかよ。またワイロ使いの人にコロコロよりも振った方がいいですって言われるぞ。コロコロしたいんです。その情熱なんなの。振った方がいいってのは言われてからやってみてすぐ分かったわよ。でもローラーなのよ。コロコロして叱るべきじゃない。殴り殺すためのものじゃないんだから。表現怖すぎるだろ。というわけなのでローラーで殴ってくるの全面的にやめてください。ローラーが全く対策できないやつの嘆き。さて相手にワイコラいるからラインマーカミスト対決としゃれ込みたいところなんだけど、ちょっとドライブ君はお帰り願います。これで一応タイマンはできそうだな。マーキング決めたけど息は完全に。なんで初段外れた。上向いてたせいでインクが奥に飛んで潜られたな。わかるかそんなこと。マジで難易度おかしくない。発売日からワイロ使ってればこういうのは余裕で当てられるもんなの。どんな武器も練習が必須ってわけだな。職腕中は無敵だと思ってるので切れるまでガン無視しましょう。いや縦振りなんですけど。縦振り当たらないんです。操作がむずすぎる。扱えないにも程があるだろ。いやだから言ってるでしょ、ローラー種使えない病気だって。近距離戦闘がマジでセンスなさすぎて。ローラーだってのに近距離をラインマーカーでさばいてるんだから。ワイロが泣いてるぞ。逆になんでラインマーカーで至近距離対抗できるんだよ。当てるの簡単だもん。ローラーの方が簡単だろ。わかったわかった、振ればいいんでしょ。振れば塗り性能抜群だからガンガン攻めていくわよ。ラインマーカー対決にしたいから相手のラインマーカーポジ取りますか。ちょっとそこどいてくれませんかね。なんでこういうことはできるんだよ。ここ登れれば強かったんだけど後ろからラインマーカー刺されたから、ここはしゃあなし撤退しますか。焦って
絶対見ない雨入っちゃったけど、味方が倒されてるなら今度はこっち。思ったより近い。これだけでうるせえなこいつ。はい、それじゃあ新人ラインマーカニストの研修を行います。まず先に賄賂研修受けろや。ラインマーカーは下手に投げると逆探知されるので注意しましょう。一するように3連投キルしないで。慣れないうちは構えてから投げるという動作になるのは仕方ないですが、なるべく手早く感覚で投げられるようになると体を晒す時間が減ってリスクも減るので、しっかり感覚を身につけていきましょう。代わりに誰か賄賂の使い方を教えてやってくれ。ちなみに3連投はマジでインク全消費の最終手段なので、一発でも外すと簡単に返り討ちに遭うので、やるときは覚悟を持ってやってください。そもそも3連投構成にするような自体いないのでは。サブ効率 3.2 っていうのもなかなか大変だし、よほどなものづくしかできないだろ。そんなあなたにはお手軽なラスパ型3連投をおすすめ。何でも出てくるなこいつ。ラインマーカーに関してはちょっとだけ詳しいからね。ラスパの最大効果プラスサブ効率 1.1 で3連投できるお手軽構成です。気は節約して3連投を体験してみたい人はぜひやってみてね。この人3連投構成やんけ。よほどなものづきいました。じゃあさっき先制攻撃されたけど3連投されなくてよかったわ。でも見た感じまだ慣れてないのに3連投とはなかなかすごいわね。将来あの人は有望なラインマーカニストになると思うわ。勝手に人の将来決めないで。というか私もワイコラ使うんだとしたら多分この3連投でやると思うわ。戦闘が下手すぎるからラインマーカーで先制してなんとかっていうこと多いだろうし、ひとまず賄賂を使うんだとしたらメインの練習は必須って感じね。レキクルは参考にしてないから感覚狂ったりもないし。お前きついのラインマーカニストだよ。あ、上から来てたのか。残り10秒で倒されたが、相手にピンチもついてるからさすがにここから逆転は厳しいだろう。いやー、賄賂使いこなした使いこなした。賄賂使いに謝れ。終了。もちろん大勝利。マジで賄賂である必要が全くない。ラインマーカーだけの試合だったな。まあ私ラインマーカニストなんで、すっげえ腹立つ。さて実は今パートでこの世界一のラインマーカニストシリーズ、パート100を達成いたしました。そんな記念会がこんなクソプレイでよかったんですかね。本当に皆さんの応援のおかげです。今後ともラインマーカー道を精進していきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価、していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見てねー。